市民酒場は昭和初期に生まれた横浜独自の大衆酒場の形態である。その成り立ちには戦前からの組合によるものと第二次世界大戦中の行政主導によるものの二つの側面がある。大正時代、千葉県久留里出身の長島四郎は横浜の伊勢崎町四丁目に移り住み、故郷和佐の酒を販売する酒屋を開業した。 関東大震災で被災した後数度移転し、堀割川に架か,かる中村橋近くの南久む住町で店を再建。1927年には業態外し、飲食店の中優となった。その頃、小売免許を持ちやすく酒を仕入れることのできる酒屋が、角内のサービスを始めると、次第に飲食店の営業が脅かされるようになった。長島は対策を求めて、保健所や、 市の衛生局、厚生省に陳情を行った。日中戦争が勃発した翌年の1938年、長島は飲食店同業者の結束を強めるべく、市民酒場組合を結成した。組合は徐々に会員を増やし、中区、西区、保土が役区、神奈川区、鶴見区にも支部が結成された。さらに、これらの支部を取りまとめる。 横浜市民酒場組合連合会が組織された。終戦後の1950年には、長島は横浜市民酒場組合連合会を母体として、神奈川県ふぐ協会を創設。ふぐ料理の調理技術や知識の普及に尽力した。口述の通り、戦時下の配給制度のためにできた他都市の国民酒場や勤労主場とは異なり、 組合をルーツに持つ横浜の市民酒場は配給制度が終了した後も続いていった。戦後の最盛期の市民酒場組合加盟店は約100件。西区などの市民酒場は三菱重工業横浜造船所の労働者で活況を呈したが、1983年に横浜港未来21の再開発のためにドックが移転すると賑わいが沈まっていった。市民。 酒場組合鶴見支部は2008年頃解散。横浜市民酒場組合連合会は2010年に解散したが、それ以降も寄り合いを続けている支部もある。第二次世界大戦の戦況が悪化すると、1941年7月にはビール、同年11月からは日本酒の流通が配給制となる。大衆酒場は、 トンヤからの配給により産9種を1日あたり1章、2から3合程度しか販売できず、商売にならないため自家消費や横流しが横行した。神奈川県は酒の横流しや市場による販売をしにくくする目的で大衆酒場を整理統合する市民酒場の構想を立てた。市内に約700件あった酒場を3.1組の共同経営とし、 1944年10月4日に189件の市民酒場が誕生した。市民酒場組合加盟店は最盛期で100件ほどであり、配給のための市民酒場の半数以上は、組合活動と無関係であることがわかる。横浜市民酒場ぐるりとの著者は、配給のための酒場の制度の創設にあたり、行政が既存の市民酒場組合を活用したのではないか。 他都市とは異なる、独自の名称で呼ばれたこともこれに起因するのではないか、と推測している。営業規模により3つのランクに分けられ、1ヶ月あたり4都以下の販売店では経営者1人あたり3章、4都以上1国以下の店では、同4章、1席以上の店では100本が配給された。4から5日に1度、夕方6時に開店し、1人あたり1号の販売。 魚は一皿25銭のイワシが提供された。伊勢崎町の店では開店後わずか6分で売り尽くすことがあったほどの活況で当時の浜っ子がささやかな楽しみとしての酒を渇望していた様子が伺える。同年12月15日にはウイスキーを販売する市民酒場13軒が開かれた。第二次世界大戦末期になると増税もあり、酒屋として 利益を上げていくことが困難になっていた。酒屋として続けていくか、小売免許を返上して、居酒屋に転業するかの選択を迫られ、居酒屋としての営業を始める店も少なくなかった。現在営業する市民酒場の多くは、戦前までの酒屋から転業した店である。第二次世界大戦の終戦後、 酒の自由販売が再開する1949年までは配給制が続いたが、横浜市内で配給されたビールは、ラベルこそ商標のないビールに統一されていたものの、すべて市内にあるキリンビールの生麦工場製であった。その経緯から市民酒場組合加盟店ではキリンビールを販売している。横浜以外の都市では、東京都の国民酒場、 川崎市や大阪府、北海道などの勤労主場など類似の制度が見られた。東京では当時東京財務局関税部長であった大平正義の発案により1944年3月の決戦非調措置要項で閉鎖されたカフェや高級料理店の店舗とそこで提供されるはずだった業務用の酒を使い勤労者向けの国民酒場を開設。 最盛期には300件ほどが営業した。しかし、戦前からの飲食店組合の流れを持つ横浜の市民酒場とは異なり、他都市の行政主導の国民酒場や勤労酒場は、配給制が終わると役目を終え、姿を消していった。岩亀横丁の時は目。開店前であるが、のれんに市民酒場の文字が見える。2015年時点で横浜市内に、 市民酒場あるいは市民酒蔵と名言して営業しているのは西区小部町の岩亀横町にある時は木、神奈川区小安通の諸星、神奈川区青木町の美濃館の3店舗でこのうち美濃館は2018年に閉店したしかしのんに歌ってはいないものの市民酒場の系譜を受け継ぐ店は前日の中油をはじめ30軒ほど営業を続けている ありがとうございます。